およそ200年前、イギリスで生まれたアフタヌーンティーの文化。それから一体、幾千、幾万の会話が紅茶を挟んでなされてきたんだろう。紅茶がつないできたもの、午後の紅茶。そうですね、私のお気に入りはですね、こんだけミルクティーだけでもこんな2種類があるんですけど、私のお気に入りはやっぱりこのホットのミルクティーで、あのパッケージも白になってすごく素敵なデザインになってていいなって思いますし、朝の撮影とかは結構まだあの日が出てない時とかにこう起きてお仕事行ったりとかすることもあるので、やっぱそういう時はこうあったかいこのホットを飲むとこうホッと一息しますし帰ってきてから飲んでもこう糖分で疲れがこう癒されるのでいいなと思います。以前にもお話ししたんですけど、私のおばあちゃんは鍋でミルクティーを作ってくれるんですね。で、こうその鍋で作ったそのミルクティーと一緒にサンドイッチも作ってくれて、なんかこうイギリスの伝統的なものなのか、こうキュウリが入ったサンドイッチを作ってくれて、そのミルクティーに合わせてサンドイッチを食べたのがすごく美味しかったです。はい、久々におばあちゃんのミルクティーも飲みたいなって思いました。湯たんぽとかはやっぱ冬になると結構出番が多くなりますね。それこそこういうあったかい飲み物をこう服の中に入れたりしてもちょっと湯たんぽみたいになりますし、寝る時も湯たんぽを布団に入れて寝たりとか、そういう防寒グッズっていうのをすごくたくさん持ってますね。あ、もこもこの靴下とか、はい、冬のグッズは家にいっぱいあります。冬の一つにもやっぱりこのホットのミルクティーは欠かせないですね。今年は本当いろんなこう自分にとって新しいお仕事にチャレンジしたりもしましたし、番組を卒業したりとか、そういう節目のタイミングでもあったので、2024年はまた新たにこうスタートをこう気持ちよく切れたらいいなって思ってます。個人的にはこう同じ雑誌のモデルちゃんとかと今こう遊園地にみんなで行きたいねっていう話をしてるので、こういうので温まりながらこう乗り物をこう待つ時間を楽しんでみんなで遊びに行くっていう企画をいろいろやれたらいいなって思ってます。およそ200年前、イギリスで生まれたアフタヌーンティーの文化。紅茶がつないできたもの、午後の紅茶。